アンソニー・クルーズアンソニー・クルーズは、香港ジョッキークラブに所属する調教師である、ポルトガル出身。1974年、香港ジョッキークラブ機種養成所を第一期として卒業し、見習い機種としてデビューする。1980年代は、ヨーロッパでも起乗し、1986年のチャンピオンステークスをトリプティックに起乗して制している。 1986年には、ジャパンカップに出走するトリプティクと共に初来日を、果たし、中央競馬初起場となった、ジャパンカップと同日の11月23日に行われた神代特別では、浅草バリエンテに起乗して3番人気で7着、中央競馬重賞及び GI 初起場となった、ジャパンカップでは3番人気で11着となっている。翌1987年も再び、 トリプティクと共に来日し、11月15日に行われた富士ステークスを同馬に騎乗して制し、中央競馬初勝利を挙げている。1992年には第6回ワールドスーパージョッキーズシリーズに初出場するために来日している。1996年1月1日、最後の騎乗を勝利で飾り、騎手を引退した。騎手成績は、 香港通算946勝、中央競馬では通算16戦1勝。騎手引退後は調教師免許を取得し、1999年、2000年シーズンには57勝で、初のリーディングトレーナーとなった。2002年、2003年シーズン中の2002年には、管理場のレッドさんをジャパンカップダートへ出走させるために調教師転校後初来日し、 管理場の中央競馬初出走となった11月23日のジャパンカップダートは9番人気で14着だった。2004年2005年シーズンには1 4る g 1競争のうち7競争で勝利し、さらに25年間破られなかった長教師のシーズン最多勝記録の87勝を上回る91勝を挙げて2度目のリーディングトレーナーとなった。2005年 2006年シーズン中の2005年にはスプリンターズステークスをサイレントウィットネスが制して管理場が中央競馬で初勝利を挙げている。ありがとうございます。